今回ですけども、こちら豆大福購入したんですけれども、羽田空港で購入しました。保安エリア通り過ぎて第一ターミナルの方ですけども、 JAL 側ですね。でお土産屋さんありまして、そこでレジ前に置いてあったので美味しそうだなと思って購入です。栄太郎の豆大福になります。こんな感じで飛行機の中で食べるのもいいと思いますし、待ち時間にちょっと何か食べたいなという時に、甘いもの食べたい時にぴったりなサイズ感で一つ食べるのにいいんではないでしょうか。こんな感じですね。豆も結構こう粒しっかり入っていて、見た目もよく美味しそうです。原材料ですけれども、グラニュー糖、もち米、小豆、上白糖、煮豆っていう感じですかね。あともち粉、食塩、バレーショ、でんぷんなんかも入ってます。はい、こういう具合ですね。栄太郎総本舗、東京日本橋のお菓子屋さんということです。それでは袋から開けてみました。このような感じです。このような見た目ですね。で、餅、触った感じのこのお餅のしっとり感と柔らかさ、すごくですね、柔らかくて美味しそうです。横から見たところの様子はこのような雰囲気になってます。半分にカットしたところの様子ですけれども、こういう感じであんこがたっぷりと入っていて、薄い餅の生地があって、この柔らかい餅と中のあんこの相性がすごく良さそうです。あんこに関しては粒あんになっていまして、この粒の風味しっかり出ているので、黒豆の風味もところどころで食べるときに感じられて、ミックスされるとですね、美味しいんではないでしょうか。それでは少し食べてみようと思います。はい、やはりですね、小豆の風味とあと黒豆の風味がやっぱり食べてる間に少し追加されることで、両方の風味を味わえてすごくいいです。そして餅なんですけども、柔らかいんですが、噛んだ時にしっかりとした歯ごたえもあって、その歯ごたえと甘さ控えめのこのあんこの美味しさ、すごくいいですね。甘さが控えめになっていてしつこくないので、すごく美味しくて、後味もこうお茶をすごくたくさん飲みたいなっていう雰囲気にならないで、これだけでもですね、美味しく食べれるような、そういう感じの味付けですごく良かったです。はい、こんな感じです。うん、この豆大福、少し甘さ控えめのあんこを好きな方にはすごく気に入ると思いますので、ぜひですね、羽田空港行った時食べてみてください。美味しかったです。